まあ要は、海外で東南アジアとか安い地域に住んで、日本のそのデイトトレードとかネットビジネスで暮らすっていうような感じですね。引きこもり、日本で引きこもりみたいに完全に引きこもるっていうのを外こもりって定義ではないんですけども、まあ、楽しいか快適かも、これは価値観によりますよね。生活コスト10万円以下で暮らせて、その物欲とかですね、そんなになく、まあ、僕もそっち側の人間なんですけども、そういう人には快適でいいのかなと。ただまあ、ボケないでいただきたいんですよね。南国で外こもりしてると、こう、脳がどんどん退化していくっていうのがあるので、何かやっぱり情報発信をするとか、飽きないためにこういうことを、そういう発信とかですね、少しでも、まあ、収入にもつながりますし、楽しみを見つけるっていうのがいいのかなと思います。実現の方法としてやっぱり情報発信、ネットビジネスの情報発信で収入源を作っておく、もしくは海外投資ですね。これが必要かなと思います。で、外こもりを始めたいんだけれども、いくらからできますかと。まあ、これ貯金のことですかね。貯金を